ブルース・ブエノ・デメス・キータは、アメリカ合衆国の政治学者、アメリカ政治学会を代表する研究者の一人で、ある。当初比較政治学者として出発したが、国際政治研究に早くから、数理、計量手法を取り入れ、多くの成果を上げた。主要な業績に、期待効用理論による、戦争研究、民主的平和論の数理的基礎づけ、 セレクターと理論の提唱及び関連データセットの構築など、ニューヨーク私立大学クイーンズ校を卒業後、ミシガン大学で修士号と博士号を取得、ミシガン州立大学助教授、ロチスター大学准教授、教授を経て、現在、スタンフォード大学、フーバー研究所フェロー及び、ニューヨーク大学政治学部教授、数多くの更新研究者を育てたことでも知られ、 ロチェスター時代に、ジェームズ・モロー、アラスター、スミス、スタンフォード時代に、ジェームズ・フィアロン、ケネス・シュルツ、ラリー・バーテルズといった早々たる研究者を指導した。息子のイーサン・ブエノ・デ・メスキータも政治学者である。なお、彼の名字は、メスキータでも、デ・メスキータでもなく、ブエノ・デ・メスキータが正しい。口語では、BDM と略称することも多い。ありがとうございます。